さやっぴにどういう料理かお菓子どっちがいいか、うん、どっちの方が嬉しいか聞きに、うん、行ってきます。行ってきます。各チーム完成しました。じゃあ皆つつぐチームからということで、今回のテーマと、まあ、どういうシチュエーションなのかっていうのをね、聞いてないの、ね、聞いてないですか。さっき伝えましたけど。はい、じゃあいいですか、はい、今回はバレンタインでやっぱりキュンキュンさせたいということで、お二人が喜ぶような要素を結構盛り込んで、かつ、まあ、バレンタインのスイーツなので当たり前に美味しい、美味しい。あと大人だから、うん、あと大人っぽい感じも、はい、そんな子供っぽいマフィンなんか、去年のマフィンなんか卒業してますんで、お楽しみにしててください、はい、バレンタインっていうのさ、まだこっちの話聞きたいですよね。こっちですよ ね。バレンタインってさ、好きな人に送るっていうのが風習じゃん。あ、愛のメッセージ入ってます。ちゃんとこれ照れちゃうかも、本当に。どうする？それらの喜ぶ要素って何ですか？まあそれを見たから今言っちゃうとお楽しみがなくなっちゃう。なんで知ってるんですか？準備してるんで。なんで俺ら審査に対してそんなに高圧的なんですか？気持ちが強いから。いやいや、もう審査は始まってます。あ、じゃあちょっと食べないでもらって。食べたい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 。あ、よかった。危ない危ない。はい、間違えました。はい、いいです。はい、で審査員のお二人はこちら の、まあ、二チームの料理のどちらにときめいたかっていうポイントで、はい、審査をしていただけると助かります。実際に披露してください。二人で見てください、はい、どうぞどうぞ。ハッピーバレンタインズデイ、いつもありがとう、大好きだよと。なんかあんまりだね。読み方がそう、なんか棒読み方がそう。ハッピーバレンタインデー、いつもあれどうですか、お母さん。これまずこのケースから、ハッピーバレンタインデーです。どうなんです。います。調べましたもん、ちゃんと。バレンタインズデー、本当にいる？ありました。マジですか？バイ M&T、 いいんじゃないですか。おーケース、ハートの風船も2個。あ、ハートも確かに風船がね。なんかさ、じゃあスキップに作るやつだったら小さいな。めっちゃ、めっちゃいいかな。キュンキュンしてくれてるから、さらにも好評が。開けていきます。はい、行きましょう。おぉ、見たこの似顔絵。次に涙を信じる。これ、これ評価高いです。ウサヤッピに笑顔が溺れる。搬入されるって話。それは、これどっちか、みなちゃんの絵心がないってことです。それ酷評です。やっぱ搬入アイドル風になってきます。黒いマジックペンいいですか？ちょっと塗りつぶしたいんですけど。いやいやいや、俺は嬉しかった。俺は嬉しかった。俺は嬉しかった。いや、めっちゃ俺はこういうのいいと思う。ありがとうございます。お菓子いきますよ。はい。せーの。おお、めっちゃうまそう。え、普通にもそうなんだ。パイがハートのことでまず愛を伝えてますよね、はい、で、それにホワイトチョコと、黒いのしかも、何もないです。普通のチョコ、普通のチョコが好きって言ってたんで、はい、普通のチョコと旬のイチゴを乗っけて甘ったるくなりすぎないようにしました。めっちゃうまそう。え、これパイ焼いたの？はい、焼きました。え、マジで？そう、これなんていう食べ物？なんていう食べ物？チョコパイ。イチゴチョコパイです。イチゴチョコパイ、愛を伝えるいちごチョコパイ、はい。稲津とつぐみ添え。ちょっと気まずいな。食べるの気まずい。でも見た目いいと思います。ありがとうございます。オレンジもあって白もあって黒と赤とね。鮮やかでいいと思います。大丈夫大丈夫です。先にいただきます。さて、そのお味は？うまっ！好評だ！好評出ました！うまっ！めっちゃ美味しい！よかった！
にうまい。普通に美味しい。パイの実ってあるじゃん。の感じなんだけど、あれってイチゴ入ってないから、ちょっと酸味系がパッと入ってきて、甘さと酸っぱさと、それをパイが包んでくれるから、めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。普通に美味しくてびっくりした。やったー。美味しい。でマジここ最近で一番美味しい。何を求めてるかっていうのを考えました。やっぱりやる気が感じられる方がいいかなと思ったよね。はい、だから私たちは1位しか目指してません。はい、はい、3.1 位はうちらのトップ。愛を伝えに来ました。はい、パパママ大好きの代わりに、あのドカピ大好き。言いづらい。笑っちゃうんですか。ツナヤッピー、そしておくぴ大好き。よくやった。こちらの名前はピンクアーモンドです。特に意味はないです。味を食べれば分かります。大丈夫、なんか負けるなんか香りが結構するんだけど、味が美味しいってことで、ね、そこで見返したいとかね。絶対に1位、絶対1位です。でもなんか見た目はなんか美味しそう。何で食べるの。手で食べてください。私お母さんにやっぱ手助けしてもらって、日々こう紙にまとめてもらったりしてたんですけど、やっぱそういうのにやっぱちゃんと今日はこういう思いを込めて作るとか、やっぱもちろんできなかったものもありますし。ごめん、ちょっと後ろうるさいよ。ビンチーオブスタートしてやっぱそうちょっと思いが足らなかった日もあったし、けど料理がうまいひなたちゃんだよねじゃなくて、料理も愛情も深いひなたちゃんにって呼ばれたいと思って頑張らせていただきました。まほこちゃんは一人よがりじゃなくて、ちゃんとひなたと組めるんだって、そこを評価してもらいたくて頑張ります。はい、お願いします。演技が過ぎて、何を言ってるのかよく分かんない。食べたら分かるのね。食べたら思いが伝わってくるね。分かります。これどうやって食べたらいいの。食べてそうなの。どうやって食べたらいいの。まあ、かかってないところを持っていただいて、ガブリと三角チョコパイのハートバージョン。ハートチョコパイ、確かにハートになってるんだね、形がね。ピンクアラモンド。気持ちはピンク。気持ちはピンク。じゃ全部気持ちで。どういうこと。どういうこと。一応ピンク。この線がピンクとか。なるほどね。この線がピンク。はい。美味しい。よかった。よかった。美味しいけど。けど。さっきのチームと比べると外面はうまいことを装ったけど中身がまだ止まってないかなっていう感じですかね。あえてコピーを言うとしてね。あえてあえてね、あえてね。これは厳しい目線から審査しているので。高い位置からね。高い位置ちゃんと どっちも美味しいんだけど厳しい目線であえて言うてるんで、はい、じゃあ選択肢を渡します。コピー用と好評、どっちが欲しいでしょう。でもさ、やっぱうちらってこれからも成長していきたいじゃん。そうなんです。だからやっぱり国評を選ぼうか。いいかな。せーの、国評でお願いします。ではあえて国評を言います。なんかさっきのね、あのみなちゃんとつぐみちゃんの方はあのバランスがめっちゃ良くて、いちごのバランスとチョコのバランスとパイのバランスで全てがちょうどいい感じに入ってきたんだけど、まほこちゃんとひなたちゃんは思いが強すぎたのかな。ハート型のパイの生地の容量がめっちゃ多くて、あのパイの味しかしないみたいな。ハートの思いが伝わる大きさで分かったんだけど、でもやる気が大事じゃないですか。やる気も大事、やる気も大事。これがもうちょっとチョコの分量が増えてたりとかすると良かったのかなと思ったり、あといちごのチョコのあのあれ塗ってくれてたじゃん、はい、やっぱね、あの本物のいちごの味にはちょっとやっぱねちょっと負けちゃうかなと思って、来年またやるんで。何が来るの。ここでサプライ
このサプライズは素晴らしい。私たちも同じ鍋作ってたんですけど、はい、なんか時間外だからダメってこれも時間外だったんですけどこれルール違反にならない。いや、待って待って待って、後ろめっちゃ出してきても構わないけど構わない、まだオーブンの中時間外すぎる、それは。え、じゃあ大丈夫、一品で勝てば別にいいけど。じゃああれでイナツグは一品でしょ。はい。で、アホイナは二品で勝負だったっていう。一個で勝負してる方がちょっと評価高いからね。イエーイ。いや、わかんない、これがめちゃくちゃうまいかもしれない、逆転してくるかもしれない。ちょっとこの料理の解説を、あ、じゃあプレゼンをお願いします。でかいハートです。やっぱ愛の大きさが違う。愛の大きさが違います。でもやっぱりこれの一番のアピールポイントは、うん、愛がすごく分かりやすく表現されているところ。確かにね。バレンタインでこれもらったら本命なのかふざけてるのかどっちか迷うよ。チームを手で刺してください。皆さんは目を伏せた状態でお願いいたします。よりときめいたチームの方を指さしてください。それでは目を開けてください。せーの。それでは、審査員のお二人から好評をお願いいたします。いや、味はこれがめっちゃ美味しかったから最後食べたやつがね、イナツグで作ったやつはもう抜群に本当に美味しかった。で、だから味のところは同じぐらいかなと思ってるんだけど、やっぱりあのイナツグの方はケースからこだわってたり、似顔絵もしっかり描いてくれたりとか、なんかその美味しさ以外のところでのなんか楽しみポイントだとかピンポイントがたくさんあったなと。魔法の雛の方は味は確かに美味しかったんだけど、どうやって食べたらいいのか悩んだりとか、まあ、サプライズっていう演出はね好きなんだけど、なんか裏で実はコネ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 叩きながらちょっと大事な情報っていうちょっと情報も聞いて、まあ惜しくも、今回は1位ではなく2位です。最終審査通過です。ありがとうございます。やっぱバレンタインっていうのはね、相手に好きっていう気持ちをちゃんと伝えるっていうものという意味でおいては、ああいうメッセージの発行とか伝わってくれてた方がやっぱ気持ちが伝わったし、食べ方としてもやっぱちゃんとね手で取りやすい、ちゃんと考えられた上でやられてるっていうところが最終的な審査の理由になったかなと思います。でも、まあ、2人も本当に味は美味しかったし、これのレシピを考えるために必死に買い出ししたりとか
一緒に時間を使ったりとかしたと思うので、まあ、決して下を向く必要は最後はいいことでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで今回はバレンタインの料理対決してみました。いやー楽しかった、ね、本当に楽しかった。一日、ね、ほぼ一日さみんなと料理してたじゃん。何時間やってた？3時間ぐらい。やばかったね。みんな集中して、各自やってて、私とかはとまほこは去年もバレンタイン企画やったんですけど、うん、全然クオリティもっと高いものが作れたし、はい、なんか審査員の方に登場してもらったんですけど、どっちのチームも美味しいって言ってくれて嬉しかったです。はい、またちょっと次回リベンジしたいとかありますか？したいです。あ、来年こそは1位でいい。あ、今年のバレンタインはあれを作って、はい、キティを落とします。せーの、今日も最後に聞いてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ウィーウィー、勝者の余裕、余裕、ほんとちょっとガンガン詰め込んで上から同じ生地を重ねてまたペッペッペッ。違います、違います、違います、なんかスライムかのように